はい、チップスシリーズ84です。2次関数、x と y の2次関数があって、その関数の上の21個の点を通る、3次関数でフィットすると、の赤い点のようになっちゃって、この緑の薄いのをこれフィットしたのになんでダメっていうのがありましたんで。まあ答えはここだけでやったもんで、これで合ってしまったということなんで、全部の点を使うようにしてやってやれば、完全に合っていて、しかも外装した範囲もちゃんとこの関数の形になっとるということで、できますっていうのを回答しました。もちろん、ノイズを含んでやっても、このようにして、外装したポリフィットはうまく合ってますよという話です。まあ、どうしました。そしたら、ウェルナーが1個教えてくれて、一番最初のポリフィットだけども、21個もなくたって、11個の点があれば、フィットできるよと言ってました。が、しかし、これがもし10個だと、これがエラーになるので、3次関数をフィットするには、11個以上いるのかな、ということがわかります。もしこれが2やったらどうでしょうかと。こんな感じになっていて、10でもちゃんとやってくれるので、2次関数だと、もう8個でもやってくれると。7個は大丈夫。6個はエラーですね、ということで、6個、7個と11個というのが、2次と3次の限界ということが分かりました。はい、以上です。